ラプラタ川水系の地図ベルメホ川は、ボリビアとアルゼンチンを流れる、国際河川。パラグアイ川に合流する。名称は、朱色の川の意味。それぞれの流域で異なる名称を持つが、一般にベルメホ川と呼ばれる。先住民は独自の名前で呼んでおり、ウィチ族はトゥーコ、グアラニー族はユーピータと呼んでいる。 ベルメホ川の全長は1 4 5 0トルであり、流域面積は123000平方キロメートルである。年間の流量は不規則であり、20立方メートル秒から14000立方メートル秒の間で変化する。川の源はサンタビクトリア山の山麓、ボリビアのジャグアーチャから数キロメートル南東にある。 タリー八角の南位22度00分14秒、計六64度57分30秒、南位22.00389度六十64.95833度、-22.00389-64.95833 地点であり、この地点はアルゼンチンのフ,フイ州、ラ楽屋カからも遠くない。大まかには北西から南東に流れる。 その最上流部での最大の支流は、リペオ川であり、さらに下部の支流には、グランデデタリー派、イルージャ川、サン、フランシスコ川がある。川の一部は、ボリビアとアルゼンチンの国境を形成している。ベルメホ川は航行できない。19世紀後半には何度も、商業航行路の開通が試みられたが、主に膨大な量の堆積物が作る、浅瀬の存在によって、 すべて失敗に終わった。南海基線の近く、グランチャコ平原では湿地を形成し、川は二つの流れに分かれる。南側の小規模な流れは、ベルメヒート川と呼ばれる断続的な流れであり、コベルメホ川の川床である。北側の流れが、現在のベルメホ川の本流であり、テウコ川、シンベルメホ川、または単に、ベルメホ川と呼ばれる。二つの流れは、ビジャ、 リオベルメヒート近くの南位25度39分、成形60度11分、南位25.650度成形60.183度、-25.650-60.183 で合流し、ベルメホ川の下流を形作る。サルタ州を離れると、テウコ川は、チャコ州とホルモサ州の境界を形成する。ベルメヒート川は、断続的かつ蛇行している。 そのルーは、エル・インペネトラブレ・ジャングル近くで、チャコ州を横断し、歌詞にはまだ、コンセプシオン・デル・ベルメホ、サン・ベルナルド・デ・ベルティス、ラ・カンガジェの遺跡を見ることができる。ベルメホ側は、最終的に、パラグアイのピラールの前でパラグアイ側と合流する。ベルメホ側は、赤色の堆積物を運び、そのルーを変えることさえできる、不規則の堆積物の蓄積を行い、 古い流路を湿性体積地として残す。ありがとうございます。